ガーデンデザインとは、ガーデン、庭のデザインのこと。庭木や庭の草花を育てる、園芸装飾、庭や庭園を作り育てることの意味の作庭や造園、庭や庭園、外交、エクステリアといった住居建物等の外部空間のガーデニングなどもガーデンデザインに含まれるが、この場合のデザイン行為には設計のほか往々にして、現地での作りながらのデザインの意味で、施工や維持管理なども含まれている場合がある。ビタサックビル=ウエストによりデザインされた、シシングハーストカースルガーデンのホワイトガーデンガーデンデザインは庭及び景色のレイアウトそして植栽を設計し作成する芸術そしてプロセスである。庭のデザインは庭の所有者自身によってあるいは様々なレベルの経験と専門知識を持つ専門家によって行われるかもしれないが、ほとんどのプロのガーデンデザイナーは園芸とデザインの原則に関するいくつかのトレーニングを受けている。庭のデザイナー、デビッド・コールズは、チェルシーフラワーショーでこの定義をさらに詳しく説明。彼は、成功した庭のデザインが、身体的な感覚の経験から自然と相互に関連しているという意識的な意識への超越を可能にすると主張。環境デザイナー、ランドスケープアーキテクトでは通常は高度な学位と、多くの場合州の免許証を必要とするより、正式なレベルのトレーニングもある。アマチュア庭師ならば、またカジュアルな、または、マスターガーデナープログラムスでの真剣な、または、園芸クラブへの参加を通じて、自分の庭での長時間実践から高いレベルの経験を得ることができうる。日本では1992年5月に、婦人生活者から雑誌、BISES。私の部屋BISが創刊され、英国内の庭園やガーデンセンターの情報をはじめ、前述したチェルシーのガーデンショーなど様々な情報と英国人のライフスタイルなどが紹介された。次第に発行部数も増え、広く世間に知れ渡る。それに加え、イギリス大使館でも1997年頃からジャパンアクションと称して、英国の様々なレンガや石材、木製フェンスなど、様々な商材が紹介され、その後国内にも流通するようになる。それまで国内では、エクステリア、外交門とか塀とかの外回りの工事という概念しかなく、先進的な何人かのデザイナーの手により、庭のリフォーム=ガーデンデザインとして、雑誌やウェブサイトを通して、施行事例が認知されるようになる。1997年当初から、積水エクステリアでは、英国の海外視察を重ね、ガーデンデザインショップとしての世田谷店をオープンさせることになる。ザ・シーズンとは、5月中旬から8月上旬の英国貴族の社交季節を表す言葉からのネーミングであるという。日本では当初は、英国のガーデンスタイルが基本となり、次第に新築外交や庭のリフォームなど、国内のニーズに沿う形で変化を遂げていくことになる。庭はプロであろうとアマチュアであろうと、特定の原則が効果的な庭のデザインの基礎を形成し、その結果、ユーザー、または庭の所有者の必要性、目的、及び欲求を満たすために庭が作られる。庭のデザインの要素には、道、壁、水の特徴、リビングエリア、デッキなどの硬い景観ハードスケープのレイアウトが含まれる。園芸の要件、季節ごとの外観、寿命、成長週間、大きさ、成長速度、及び他の植物や景観の特徴との組み合わせなどを考慮して、植物自体だけでなく、植物自体も同様かどうか検討も、メンテナンスの成長速度の点で植物の選択に影響を与えることができ、時間や定期的なメンテナンスのために利用可能な資金を含む庭のニーズ、拡散や植物の自己種に付与され年間、または多年草、そして開花時期、そして他の多くの特性を持つ。庭のデザインにおける重要な考慮事項は、庭がどのように使われるか、望ましい様式の様式、そして庭スペースが家や周辺地域の他の建造物とつながる方法を含み、これらの考慮事項はすべて、規定の予算の制限を受ける。庭の場所は、そのデザインに大きな影響を与える可能性があり、急な斜面、眺望、丘陵地帯、路頭などの地形的景観の特徴は、レイアウトなどのデザインの側面を示唆、または決定することがあり、特定の印象を作成するために使用及び、拡張することができ敷地の土壌は、庭の気候帯や様々な微気候と同様に、どんな種類の植物を栽培できるかに影響する。庭の場所の文脈も、そのデザインに影響を与え、例えば、都会的な環境では、田舎の環境とは異なるデザインスタイルが必要になる場合があり、同様に風の強い沿岸の場所は、保護された内陸の場所と比較して異なる治療を必要とするかもしれない。コンテンポラリーガーデン現代のウォーターフィーチャー。現代的なスタイルの庭園デザインは過去10年間で英国で人気を博している。これは小さな庭のある現代的な住宅の増加と現代的なデザインへの文化的シフトによるもので、この庭のスタイルは石、広葉樹、レンダリングされた壁などの硬い造園材料に焦点を当てて綺麗なデザインラインを活用することによって定義している。植栽のスタイルも大胆であるが、デザインを通して繰り返されるのは一つまたは二つの植物ドリフト仕様なので単純である。草はこのデザインスタイルでは非常に人気のある選択肢であり、また近代的な庭園では照明効果も不可欠な役割を果たしている。微妙な照明効果は舗装や壁に組み込まれ慎重に配置された低電圧 LED ライトを使用することで達成している。ありがとうございます。